でありって呼んでますけど魅了されましたね割と一目惚れだったのでまあ、放牧地でこう撫でてたり遊びに行ったりするとこう寄ってきてくれたりとかするのでまあもうどんどん好きになってきますね一緒に過ごしてる間にでもどんどん好きになってきます。お母さんからずっとそうですね車代だったんで惜しか G1 は惜しかったですね。2着があり3着もありあと一歩のところで勝てなかった感じですけど、それこそあのフェアリングダンジング のピットファイターとかそこら辺も結構僕関わってたことがあったんで結構その思い入れのある血統ではありますね。キングカメハメハはその後ろ4馬身ぐらい後ろ中段の外を回って先頭はキングカメハメハ3馬身のリード、2番手にハイヤーゲーム、外からハーツクライ、ハーツクライが3番手から2番手、先頭はキングカメハメハゴールイン。ダービーを制したのは大王キングカメハメハ。配合的な部分でもやっぱサンデーに金カメっていうのは結構車台ファームも成功例多々出てるんで、やっぱ車台ファームの調教もそういった配合ともまた合ってるのかなとは思ってます。この競り時期って例えばこの馬をこうした方がかっこよく見えるなとか考えるんですけども、この馬に関してはある意味何もしてないんで、本当にいい馬って実際のところは逆に何もしなくても勝手に馬自身が体作ってくれるって言ったら変ですけども、馬との出来としては一番良かったとは思います。はい。やっぱり距離適正とか考えれば桜花賞とかが最有力になってくるんだと思うんですけども、お母さんもマイルカップで走ったようにマイルカップとか行っても面白いんじゃないかなとは思いますね。だからやっぱ自分の乗ってた馬とか育てた馬がやっぱ G1 で出てくるとやっぱすごい感動する部分はありますね。それこそちっちゃい子が G1 勝ってくれたら嬉しいなって思います。またそれが無事に牧場に帰ってきてくれたりとか、また別の人生を歩んでくれてるのとか見るとやっぱ嬉しくなるので、そういうのを見せてくれたらいいかな。